はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。装備を見せてくださいということですね。ありがとうございます。今日は、全キャラの装備、お見せします。まだ完璧じゃないと思うんだけども、とりあえず今、これを装備してるよっていうことで、お見せしますね。では、まず、ソローネです。ソローネは、踊り子のジョブを装備してます。武器が、青銅騎士の霊剣とアサシンダガーですね。両方とも行動速度が上がるやつです。ソローネは行動速度と火力が直結しますので、速度を極力上げるようにしてます。で、盾なんかも、同じく行動速度が上がるクイックシールド。で、絢爛なティアラかな?行動速度、これも上がりますし、神速のマントも行動速度が上がるやつです。まあ、とにかく、ソローネは行動速度を、極上げしてる感じですね。で、アクセサリーなんかも、すべて行動速度です。姉妹のお守りで行動速度プラス100、三日のお守りでさらに行動速度プラス100の感じですね。はい。で、続いて、キャスティです。キャスティは、発明家にしておりまして、武器が天山丸です。まあ、行動速度速いですし、クリティカルも出やすいっていうことで、これですね。で、斧。これがメインウェポンになると思うんですけども、ダブルトマホークです。攻撃力は低いんですけども、戦う回数が1回増えますので、シールドを削りやすくなります。で、盾が守り人の、なんだ、盾だね。すいません、読めない。で、頭が機械仕掛けのトップハット。これ多分最強の頭じゃないかな?うん、最強の兜をつけてます。で、体がスターのロングドレスですね。回避力が上がります。で、アクセサリーですけども、キャスティ別に攻撃しませんので、耐久力を極上げする感じで、守護のネックレスと守護のブレスレットをつけております。はい。で、オズバルドですね。オズバルドは新刊をつけてますね、ジョブで。杖は歴戦。まあ、とにかく、属性攻撃力が一番上がるってやつで、歴戦をつけてます。で、盾も歴戦で、HP と SP が行動の後に回復できるようにしてます。まあ、若干なんですけども、うん、その若干が意外と嬉しいっていうことで、歴戦の盾ですね。で、頭は人魚姫のサークレット。これが、防御力もそこそこ上がりますし、属性攻撃力が65も上がる。まあ、魔法使いにはこれで間違いないんじゃないですか。で、体はクォーツローブですね。もっと防御力上がるやつはあるんですけども、オズバルド SP があんまり高くないんだよね。うん、結構魔法使う割には。なので、クォーツローブをつけて SP を上げてあげてます。で、アクセサリーですけども、進化の銃が、ブーストした時の攻撃のダメージが増加する、です。まあ、これはね、アタッカーの、ソローネか、光、どっちかでもいいかなと思うんだけども、まあ、今はオズバルドにつけてます。と、プラスで、心理の指摘。これはもう絶対だよね。オズバルドには、絶対これはつけないといけないと思います。大魔法化が永続してつくっていうやつですね。で、続きまして、パルテティオです。パルテティオは魔導士のジョブをつけてまして、槍が、瞑想雷鳴ですね。攻撃力も高いですし、雷の追撃が発生します。この追撃が、属性攻撃力に依存しますので、まあ、パルテティオ属性攻撃力そこそこ高いんで、結構効果高いです。かなりダメージ与える。で、トンファーと、混沌の大弓、ムクと邪気の杖ですね。んで、盾なんですけども、ジャイアントシールド。で、頭が、アートオブベール。体がハッピーベストです。で、パルテティオもそんな攻撃しません。基本は、バフ、そして回復に専念するタイプなので、まあ、
と守護のブレスレットを2つつけて耐久力を底上げしてます。まあ、こんな感じですね。それでは次はアグネアですね。アグネアは祈祷師のジョブをつけてます。武器が月神の探検、カリオーの弓、大賢者の杖ですけども、まあ、基本的に攻撃はあんまりしないので、まあ、とりあえずのやつをつけてる感じです。で、盾が太陽門です。 HP が行動の後に回復します。で、頭がアートオブベールをつけて SP の底上げをしてあげてます。バフで結構 SP 使うので、この SP プラスはかなり重要かなと思いますね。で、行動速度下がるんですけども、防御力がめちゃくちゃ上がる、呪われた鎧ですね。行動速度そんなにアグネアは関係ないと思うので、まあ、これをつけてます。で、そして、これある国の紋章ですね。防御力がもろに上がるやつですし、あとこれメリアのお守りですね。 SP が減りやすいので SP を行動の後に回復してあげる、そんな感じです。で、次はオーシュットです。オーシュットはこんな感じですね。天山丸に怪人の槍で、竜王の斧に浜の弓です。武器がこんな感じですね。まあ、基本的にモンスターで攻撃することが多いので、まあ、だいたいこんな感じっていうことで入れてます。で、盾が剣王の盾で、頭はインペリアルヘルムに、体がドラゴンメイルです。んで、守護のブレスレットと手縫いの手袋ですね。これがちょっとまだね、迷ってるとこなんですよね。何を入れればいいんだろうっていう感じで、まあ、とりあえず耐久力を上げてます。とりあえずです。で、続いてテメノスですね。テメノスは、霊王の杖です。そして盾が呪われた盾、回避が下がるんだけども、まあ、もともと低いのでいいかな。防御力が上がるのでこっちがいいかなっていうことでつけてます。で、 SP がかなり必要になってきますので、アートオブベール、そしてクォーツローブ、この2つですね。この2つで SP を、底上げさせてます。まあ、枯れることはほぼないですね。で、アクセサリーですけども、司書のお守り、これも SP が上がります。で、守護のネックレスで、耐久力を上げる、そんな感じです。まあ、サポーター系にはだいたい耐久力上げるやつをつけてますね。で、次、最後、光です。光は、まあ、全部、まあ、全部じゃないけどね、歴戦装備をつけて、杖も歴戦でもいいんだけども、巨人の棍棒が、一番ダメージ与えれるので巨人の棍棒をつけております。で、盾も耐久力上げるよりも攻撃力を上げようっていうことで、用心棒のバンテージですね。まあ、耐久力はないんですけども、攻撃力が上がりますので、これをつけてます。で、頭はドラゴンヘルムに、体がこれ、至高の甲冑か。まあ、属性ダメージに結構光は弱いので、属性ダメージの減少を、これで補ってる。という感じです。で、アクセサリーですけども、すいません、読めません。なんとかの爪だね。クリティカルが発生した時にダメージが、1.5 倍ぐらいに膨らむ、強い武器になります。光がクリティカル率が一番高いので、これが一番合うんじゃないでしょうか。んで、もう一つがフィジカルベルトです。攻撃力をさらに上げてるっていう感じですね。はい。まあ、これが、俺が今装備してる装備すべてですね。はい。ということで、今日はコメントありがとうございました。今装備してる、装備こんな感じです。まあ、まだ変わると思います。取ってないやつもまだいくつかあるかもしれないので、まだ変わると思うんだけども、とりあえず今こんな感じで、やってます。はい。どうだったですかね。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。